千下場長剣千下場長剣から1916年4月14日は琉球王国末期の完了。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、琉球見文録を表した。同名は二郎。東名は公園翼。号は東渚。岬。首里の義保村に生まれる。聖火は串川御殿に繋がる直家の末裔ではあるが、実態は下級士族であった。 父の長病は、学者、農書家として知られ、朝賢は、その三男だった。琉球の最高学府、国学に学ぶ。津波古親方先生に、自分の手ほどきを受け、東渚と号した。1866年、清より、作法師が来留すると通訳を務めた。また、津波西への推挙により1868年には29歳で、 正太王の側氏となり、1872年には、家王子ともなおを生死とする維新慶賀氏に随行し、東京に赴いている。しかしこの時、明治天皇の招職により、正太王は琉球藩王に封じられており、琉球処分が始まったのである。 言葉の行き違いを避けるために一言一句相論文の筆談が取られたが、知者場がその執筆を行っていたという。1879年、廃藩地検による琉球王国の消滅で失職した知者場は、以後農業に転じ、無くし族の受産金を集めて、久米島で農地開墾事業を行ったり、様々な社会問題について、東本清掃をしたりした。 晩年の1914年、琉球処分時の記録を琉球見聞録として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波フユが、序に変えて、琉球処分は一種の奴隷解放なりという一文を、刊末には発行者の親止まりやテ敵が、知者は長剣王将伝をそれぞれ寄せている。波平津ネオは、 琉球剣文録の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で差し障りがあったのではないかと推測している。なお、知者場は多くの監視を琉球新報に寄稿しており、明治後半には琉球屈指の監視人として知られていた。ありがとうございます。